マイケル・ジョゼフ・アカは、アメリカ合衆国アイオワ州アイオワシティ出身の、プロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のタンパベーレーズ所属。愛称はワッチ。2012年の MLB ドラフト一巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。同年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルス、A 級パーム・ビーチ・カージナルス。 AAQ スプリングフィールドカージナルスの3球団合計で防御率0.8621イニングで40脱三振を記録した。2013年はトリプル AQ メンフィスレッドバーズに昇格。好成績を残してメジャーに昇格し5月30日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たし7回を2アンダム死球1失点と高騰した。 その後、一旦マイナーに降格するが、8月に最小格。9月からは、先発に定着し、9月24日のワシントンナショナルズ戦で9回西まで、ノーヒットに抑えるなど、4勝1敗、防御率2.78、64.2イニングで65、脱三振を記録し、チームの地区優勝に貢献。ピッツバーグパイレーツとのディビジョンシリーズでは、 大手をかけられた後の第4戦に先発し5回までパーフェクト、8回1、死からペドロ・アルバレスに本塁打を浴びるまでノーヒットに抑えて勝利投手。ロサンゼルス・ドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦で7回途中無失点、3勝2敗と大手をかけて迎えた第6戦でも7回にアンダ無失点で、いずれも勝利投手となり、 チームの2年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献し、シリーズ MVP を受賞した。ボストンレッドソックスとのワールドシリーズでは、第2戦に先発し、デビット・オルティーズに本塁打を浴びるものの6回に失点で勝利投手。大手をかけられて迎えた第6戦では4回途中6、失点の乱調で敗戦投手となり、チームは2勝4敗で敗退した。2014年は、 スプリングトレーニング中のプレシーズンゲームで5試合に登板し3勝0敗防御率1.77と高騰開幕ロースター入りを果たしたそして先発ローテーションに入っていたが5月頃から肩に違和感や疲労感を生じるようになったその状態が解消されないため6月中旬に精密検査を受け肩に異常が発生していることが判明したため 手術を受けるために故障者リスト入りした。その後9月に復帰し、4試合に投げた。この年は、戦線離月があったので、19試合の先発登板で故障6敗、防御率3.20、ホイップ1.20という成績に止まった。2015年は、前年の故障の影響もなく先発ローテーションに定着し、30試合に先発登板した。規定等級会に達し、 シーズン終盤はやや打ち込まれたが、17勝7敗、防御率3.38、勝率708、153奪三振という好成績をマーク。エース格の存在で、チームの地区優勝に貢献した。シカゴカブストのディビジョンシリーズでは、第3試合に先発したが、5回途中で6安打3、死球4失点と荒れ、敗戦投手になった。2016年は、 27試合中24試合に先発登板したが、不調と8月に離脱する原因となった方の炎症が重なり、イーブンの7勝7敗、防御率5.09、ホイップ1.48という成績に止まった。2017年は30試合全てで先発し2年ぶりの2桁勝利となる12勝をマーク。投球内容も防御率4.13、ホイップ1.36と、 前年から若干改善が見られた。2018年は7月3日のパイレーツ戦で8回までノーヒッターに抑えたように調子が良かったが、7月下旬に左腹借金の針で故障者リスト入りすると、そのままシーズンを終了した。2019年オフの10月31日に FA となった。2019年12月13日に、 ニューヨークメッツと300万ドルの単年契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。2020年12月18日にタンパベイレイズと300万ドルの単年契約を結んだ。ありがとうございます。